混沌の時代。光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって、世界は天界、人間界、魔界に分断された。激しい戦いにより、魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王を選ぶ儀式、魔王争奪戦を行い、二代目魔王を選抜する。魔王争奪戦に勝利した二代目魔王ルシフェロは、強大な力で約500年間もの間魔界を統治するも、突然引退を宣言した。そして21世紀、人間界を舞台に新しい魔王を選ぶ第二次魔王争奪戦が行われることになった。魔王になるための条件はただ一つ、人間の魂から生まれる使い魔、チャイルドを集め、最も強力な軍団を作ること。平和だった人間界は、誰も気がつかないうちに、新たな魔王を選抜する悪魔たちの戦場となってしまうのであった。ご主人様、ご主人様、しっかりしてください。は足りぬ、もっと、もっと熱い苦痛を。簡単にはいかないようですね。どうやら普通の攻撃では無理そうです。タビに任せて。邪魔な弾、これが死か。
まるまであと2秒。僕が治める魔界は楽しいよ。君たちのような弱者にとっては地獄だけどね。なんだ？夢？夢だよな。だったらまだ寝てても大丈夫か。実はバイトの時間だった。魔王の子孫である俺がコンビニバイトだなんて。はぁ、めんどくさい。世界は欲望に満ちている。それだけは魔界も人間界も変わらない。俺は魔界に関心がなかったし、やりたいこともなかったから人間界に定住した。魔界から送られてくる金とバイト代で細々と暮らす平和な日々。本当に気に入っているんだ。お知らせ、内容をご確認の上、了承もしくはキャンセルを選んでください。こういう煩わしい問題さえなければ。はいはい、了承しましたと。え、なんか落ちてきた。かわいいご主人様。ご主人様のサポーターモナと申します。は？え？何？サポーター？はい。ご主人様は先ほど次期魔王を決定するための魔王争奪戦に登録されましたね。はあ？何言ってるんだ？魔王がなんとかって。おい、勝手に俺の携帯触るなよ。覚えてませんか？ご主人様は先ほど自らの手で魔王争奪戦の参加に了承されたでしょ。え？そういえばさっきのメールで了承ってボタンを押したような。いやでもあれって電気料金のことだろ。私はこの部屋を使えばいいですか？若い男の子の匂いがしますね。おい、勝手に横になるなよ。で、どういうことだよ、魔王争奪戦って。あれれ、魔界のニュースを知らないのですか？当然知らないよ。俺は魔界がうんざりだからここにいるんだ。ご主人様、お友達がいらっしゃらないのですね。なんてかわいそうに。うるさい、ぼっちってわけじゃないぞ。てかニュースってなんだよ。現在魔界はちょっとしたお祭り騒ぎです。現魔王ルシフェロ様が突然引退を宣言し、行方不明になってしまったのです。いわば家出ですね。家出？魔王が？そこで次期魔王を選ぶ魔王争奪戦が開かれることになったわけです。先ほどの手続きで無事ご主人様の登録も完了いたしました。俺の意思とは関係なく？
何をおっしゃるんですか。先ほどご自身の意思で了承ボタンを押したじゃないですか。だからあれは違うっての。俺は魔王になんて興味ないんだ。では魔王争奪戦について学んでみましょう。レッツゴー。勝手に話を進めるなよ。さてご主人様は現在魔王の子孫の中で最弱と言われ軽んじられています。どうでもいいだろう。余計なお世話だ。ですが最弱なんて称号とはもうさよなら。満を持して魔王争奪戦に挑むためにモナがスペシャルガイドをして差し上げます。休日は家でダラダラ過ごしたいのに。まずはその引きこもり癖から直しましょうか。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとって楽園です。なぜって、それはたくさんの欲望が渦巻いているから。早速チュートリアルを始めましょう。モナがご主人様を立派な悪魔にしてみせます。久しぶりの人間界です。やっぱりいいところですよね。ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、何の心配もいりませんよ。モナがついていますから。手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど、もう帰らせて。戦闘が始まりました。まず基本的なことから教えていきますね。下にはご主人様のチームメンバーが配置されます。今はモナしかいませんけどね。上に見えるのが敵です。敵とメンバーたちは自動的に攻撃を行います。これを通常攻撃と言います。時間が経つとゲージが溜まって強い攻撃ができるようになります。この攻撃をノーマルスキルと言います。よくできました。ノーマルスキルは通常攻撃より大きなダメージを与えます。続けてタップしてみます。なかなかいい感じですよ。ざっとこんなもんかな。って、あれ？
待て待て、俺は魔王争奪戦に参加する気なんか。さすがです、偉大な大悪魔であるご主人様には簡単すぎますよね。さあ残りの敵もこの調子で片付けましょう。まあこいつらを放置するわけにもいかないしな。さすがご主人様、そうこなくっちゃ。ではスライドスキルとドライブスキルについて説明しますね。スライドスキルはアイコンを上にスライドすると発動する強力なスキルです。ドライブスキルは普通の攻撃の他にクリティカルや弱点攻撃を行うことでより多くのゲージがたまり発動できるようになります。グレートな大悪魔でラブリーなご主人様、早速スキルのお手本を見せていただけますか。グレートとかラブリーとかやめて。もうお気づきとは思いますが、パーティーメンバーが増えると戦闘が格段に楽になりますよ。スキルの準備ができましたね。スキルゲージがたまるとノーマルスキルかスライドスキルのどちらか一つを発動できます。スライドスキルは複数の相手に攻撃できたり特殊な効果が発生する強力なスキルです。よくできました。スライドスキルは強力ですが発動後は一定時間スキルゲージがたまらなくなるので注意してくださいね。パーフェクトのタイミングに合わせてタップすることを忘れないでくださいね。楽勝ですね。あらら、突然無口になりましたね。次はフィーバータイムについて説明しますね。フィーバータイムとはノーマルスキルを無制限に使用できる絶好のチャンスタイムです。7秒の制限時間内でどれだけスキルを連打できるかが勝利への鍵です。本当にそれだけでいいの？昔ゲームで鍛えたテクニック披露するかな。それではフィーバータイムについて説明しますね。ドライブスキル使用時の判定によってパーフェクト 40%、グレート 30%、グッド 15% のフィーバーがたまります。フィーバータイムは
このフィーバーが 100% になると発動します。今回は特別にすぐにフィーバータイムに入ります。さあ、思う存分フィーバータイムを楽しんでください。もう誰もお任せください。もっとサクサク戦闘を進めたい場合はダブルスピードをタップすると戦闘が2倍速で進みます。実はですね、フィーバータイムはアイコンを連打しなくても押しっぱなしで攻撃できちゃいます。指が痛い時や疲れた時に活用してくださいね。ちなみにモナは連打する人の方が素敵だと思いますよ。素晴らしいの一言につきますね。パチパチパチいやまあそれほどでもあるけどね。でもこれで終わりだと欲求不満になっちゃいますよね。何か嫌な予感がしてきたぞそれではもう一戦いきますよ。今まで学んだことを生かして精一杯戦いましょう。ちょっと待ってよ。本当にこれで最後？もちろんです。今ここからご主人様の伝説が始まるのです。しょうがない、さっさと終わらせるか頑張ってくださいね。ガイドを終了しても問題ないですね。拍手。どうだい、俺はやればできる子なのさ。本当に誇らしいです。もう波の悪魔なら敵ではないですね。うん。ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のためにモナがスペシャルプレゼントを用意しました。
ご主人様にふさわしいチャイルドが召喚されましたね。下にあるメニューのチャイルドからチーム編成を行い、召喚した仲間をチームに入れてくださいね。多くの人間と多くの欲望、そこに需要と供給が生まれるんです。悪魔の力を必要としている人間を探し、その欲望を満たしてあげ、その見返りに魂の一部をもらいます。それこそがこの世にチャイルドを産み落とす契約の儀式なのです。かわいいご主人様、あなたはこれから魔王の道を歩んでいきます。モナが全力でサポートさせていただきますね。